最強ビル最強つまみやっていくぜ。そして今日は2部の終了を意味する最強ビール最強つまみの一部は、モザイクホッププラススーパードライで、2部はこれかなと、2部はこれだなと、マスターズドリームプラスギネスハーフ&ハーフ、なんて？缶はその大きめ傘に全量を注ぎ約2分待ってから全量、開けます。今日リングフィットの動画上げようと思ったんですけど、昨日か、部屋が散らかってて、そんな段階じゃなかった。あ、いいね、いいね、いいね。黒、マスタードリームしよう。こんぐらいでいいか。で、マスタードリーム入れると。半々で。これが第2部の最強ビール。うん、いや、うまい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 、うま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 、よし、じゃあ食べていきましょう。今日はまあ、ちょっとタイ食べてなかったんで、タイの刺身、ポン酢になってるんで、ポン酢かけて食べます。ポン酢といえば、わさび豆腐、ちょわさび豆腐出してみます。うん、でいいかな。で、足りなかったら、まあ、足りないことはない。で、揚げ出し豆腐を食べますよ。今日のつまみは揚げ出し豆腐とタイの刺身よ。2分か。第2部最強ビール。マスターズドリーム。マスターズドリーム醸造家の夢。に、ギネスドラフト、ドラウト。ギネスドラウトを混ぜたもの。のハーフ&ハーフ。味はですね、まず苦味が最後に来る感じ。うん。まあ、基本澄んでる、清澄みたいな味です。じゃあ清澄飲めっていうことなんですけど、まあ、で、若干黒ビールの風味もある。うん。まあ、混ぜても美味しさは損なわれていない。どうやって食うんだ。もうまんまかけようと思ったんですが、まんまかけるでいいよ。
で、ここに豆腐を置きます。よし、わさび風味豆腐。これ全然わさび風味じゃないんだよな。期待しすぎただけなのかもしれない。それはわさびの分量とか多分いろいろと試行錯誤して作ったんだなと思うので、この辺に豆腐を置きます。で、この豆腐の皿に、もみじおろしと豆腐を、ね、もみじおろしとポン酢を入れます。皿っていうか豆腐の容器か。よし、なんだろうな。オッケー。ではまず、豆腐から食べましょう。豆腐から。漬け豆腐ってことになるのか。豆腐をつける。厳しいな。ボロボロや。ボロボロや。はい。はい、いきます。うん。この食べ方が一番うまいね。うん。うん、合う。で、タイ。ポン酢でタイ。うん。うんうん。つうかね、豆腐とポン酢合うんだよな、めちゃくちゃ。この豆腐とポン酢が。驚くべきほど合う。うんうん、うまい。今日は豆腐だな。で、ハーフ&ハーフ、これはすごいな。これはすごい。このハーフ&ハーフはすごいぞ。うん、おすすめできる。ギネスは手に入るかもしれないけど、これはちょっと手に入るかわかんないですね。うん。うんな。いけるいけるいける。第2部の優勝者だ。これが。いやー。今年、第2部の決定は今年までずれ込みましたが、ようやく終わりました。食べ物の方はちょっと力技があったけど、その、どう考えても松阪牛うめえだろっつう。うん。揚げ出し豆腐いただきます。まあ宣言すると、今日リングフィットの動画あげます。昨日鴨の橋がリングフィット動画あげたんで、やっぱりね、ついていかないと。この在宅ワークデブ症の問題に解決していかないといけない。はい、いい感じ。いやー、食べよう食べよう。揚げ出し豆腐、豆腐豆腐。
今日は豆腐会。いただきます。うん、うまっ、うまっ、とてもうまい。これかけちゃうか。うん、かけようかな。スッと。いいんじゃないか。オッケーでしょ。ちょ、めんどくさかったんで書きました。これね、豆腐がね、落ちちゃうんだよね。もうすんげえ柔らかい。わさび豆腐は間違いなくこの、ポン酢がいいっす。これ合う。めちゃくちゃ合います。わさび豆腐とポン酢めちゃくちゃ合う。うん。まあ、タイの刺身は、パッとしないな。うん。うん。安売りしてたの買ったんで。いやいや、してないわ。安売りしてないわ。安売りしてなかったです。すいません、間違えました。よし。素晴らしい日だ。うん。やっぱあれなんですよね、松阪牛は本当にね、たまに食べるのはいいんだと思うんですけど、そんな食うもんじゃないな。まあ、っていうか食べ過ぎたんだけど。これね、めっちゃうまいよ、これ。この揚げ出し豆腐。なんだろうな。なんかたこ焼き。京たこ焼きみたいな感じ。うん。うん。ふわふわプルプルで、皮の歯ごたえもある。うん、衣の歯ごたえ、あー、うまっ。で、せっかくなんで、このお御霊ヨーグルトも、うん、紹介しておきます。400円。450円。500ml しかないのに450円。お御霊ヨーグルト。クソうま。安田ヨーグルトの2倍うまいな。安田ヨーグルトも相当うまいんですけど、その2倍うまい。はい。うん。うん。行こう。うん。いいかな、正月堪能ということで。まあ、タイの刺身食べるのも記念みたいなもんですね。正月記念、タイを食う。うん。ああ、うまい。回った。
まあこれでやっと一段落ついたかなと。で、次回からは第3部やっていきたいと思います。第2部はちょっとさすがに逃げすぎだな。まあビールの選定は、合ってると思うけど、食べ物の選定がね、暴力的なんだよな。そらそうだろってやつになっちゃったからな。まあしょうがないよね。最強つまみって言ってるもんね。しょうない。それはしょうがない。うん。ということで、最強ビール最強つまみ第2部は、これにて終了。次回から第3部に移りたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回も引き続きよろしくお願いします。失礼します。